はい、七子七子チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、七子です。あ、どうも、俺です。どうも、俺です。どうも、僕です。ちょっと変えてきた。どうも、七子です。取られた。まあちょっとね、今日はですね、リアル脱出ゲーム火星間脱出っていうのを、はいはい、まあスペシャルアンバサダー5人で解いてきて、そうですね、でまあ閉館後にやってるんで、もう時間がもう完全に終電も逃した、めちゃめちゃ遅い時間だったってことで、みんなでホテルで泊まっているわけですけれども、はい、まあせっかくなんでホテルの一室集まって、こうみんなで楽しく夜を更かそうと、はい、そんな時やりたいのは一体何ですか。なんだろうな、恋話じゃないですか。恋話の金の話。何ですか、宮田何したい。ポケカとか。ポケカとかね。あれやりたいな、陰口大会。陰口大会。配信できないから。そう、配信できない。でもやっぱり一番やりたいのは5文字です。聞いたことないけどね。5文字。このアナログゲーム紹介させていただきます。この5文字はですね、まあちょっとまあいろんなルールがあるんですけど、今日はもうめっちゃシンプルなやり方でやっていただきます。まあ親はね、この中からカード1枚を引いて、でサイコロ1枚転がして、で何かわかんないんですよ。俺が引いたこのカードのサイコロの3が出ました。何ですか？万年筆って書いてますね。万年筆。この万年筆を今から皆さん5文字で表現して僕に伝えてほしいんですよ。でその5文字の表現の仕方が、はい、なんとですね、まあ、例えばじゃあライオンだったら百獣キングみたいな書き方をしてライオンだって当てさせる、はい、つまり上に漢字2文字、お尻にカタカナ3文字とかでもいい、とかでもいい でやってほしいんです。あ、それでやるの。上漢字2文字、お尻カタカナ3文字。漢字わかる？書けないですよ、その俺も書けないよ。まあ、てか、もっと二文字熟語書けない、うん、書けないね。漢字が書けない。書けない。二文字熟語にもこだわらなくていいんですけど、漢字二文字とカタカナ三文字でこの万年筆とかっていうのを、まあ、漢字書けます。もうガチで書けない。できる気がしないけど、まあやりましょうっていうのをやってほしい。じゃあ漢字調べるのありにしていいですか。もちろん。あ、OK。 じゃあスマホあり。スマホありだけど、先にあ、これ当てさせた人の勝ちなので、早いもの順で感じで、まずはちょっと一回試してみて、皆さんこのホワイトボードに記入してください。じゃあ一発目いきますね。なるほど。はい、じゃあ俺親からいきますね。じゃあ6、これなんですか。6、分かった、見てね。はい、言っちゃいけない。6はね、もちろん言っちゃう、俺わかんないから。6はこれです。はいはいはい、はい、6はこれです。6はこれです。この6を漢字2文字とカタカナ3文字で当ててみてください。カタカナ3文字じゃいけない。カタカナは3文字、頭は漢字2文字。用意スタート。はじめに奈々子さんに気づけさせた人が勝ちです。解けるかな。みやちゃんがもう漢字調べ始めて。全然わかんない。全員漢字書けない。全員漢字苦手。みんなスマホで調べて。そこに含まれてる文字は使っちゃダメとかそういうの。あ、そうですね。あ、そうですね。直接的すぎるとやっぱちょっとあれなので、うまくこう表現していただければ。これ見せちゃう。さあ、みんな解いて解いて。五文字、五文字、五文字、五文字。もう結構なんか柔らかい、なんかこう遠くてもニュアンスで当てに行くこともできるんで。ライオン百獣キング。はい。みたいな。お、皆さん来た。はい。私の答え。シャレライド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 。え、おもろい乗り物ってこと？え、シャレライド。え、分からん。え？いか。ジェットコースター。違います。ごめんなさい。あ、いいよ。消して後ろのやつで消せるんで。はい。別の書き方してもらえます。シャレライド。こういう感じですね。これで大丈夫なのかちょっと分かんないですけど。はい、おにき、はい、背中ポニー。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 いやでもなんかシャレライドと背中おしゃれなのよ。あ、むずいなこれでも。ああ、乗馬。おー、正解。正解。正解。正解でーす。やばいやばい。地上ホースとかにしようと思ったけど乗馬ダメなんですね。そうね。こんな感じね。ナイスナイスナイス、すごい。じゃあ次おにき、はい、親やってみて。非常いいね、これシャレライド。ライドまでいけたかも。なんか別のでいこう。じゃあ転がしてね。ライドいいね、うまい。
4番ははいはい、あ、見えないそうそう、オッケー、見てみよう、4番、はい、出すタイミングとか順番も結構いや、そう、1番目に出したらね、余計でね、あのヒント1になっちゃうからね、答えの傾向としては全部漢字、答えの傾向としては、あ、いや、そうとは限らない、カタカナの答えもあったりするんです、確かに、了解了解、来ました、お、早っ、はい、すごいな、みやちゃん早い、在宅エリア、あなるほどね、かなり、はい、なかなかいいヒントでしょう、うん、分かんないか、ハザードは違う、難しい、あ、来た、生活エリア、一緒じゃねえか、エリア詰め、まあ、エリアを使いたくなる、うん、俺でいけるやろ、あ、待って、先予約なら、うん、そのまだ、あ、そうか、ちょっと待って、どうせやばないですか、うん、最寄り駅、いや、これでいけるはずじゃん、はい、出前ま、いや、わかんないって、いや、この流れで来てこれだったら、そう、今の流れ込みで考えたらいける、出前ま、なんか地図なんだろうな、うんうんうん、スイカ引いた出しよ、俺これ超えたら俺絶対当ててもらえるしよ、マジ、うん、絶対いける、この流れやっていけんじゃねえかなと思ったけど、ぐーん、階段版、あー、違います、ベベー、はい、はい、いいよ、いくよ、おい、来たんだ、特定ピンチ、え、あー、あー特定ピンチです、答え知ってると確かに、はい、いや、ここまでの流れで多分特定ピンチ、住所、正解、いいですね、流れで、なるほどね、特定されるとやばいってことね、そうそうそう、特定ピンチです、そういうことか、そういうやり方は、はい、よいしょ、頭柔らかく、2番、はい、2、これね、はい、あー、はい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 、あー、はい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 、一発でした、これ難しいんじゃない、だってこんなんさ、あ、あ、あ、できた、はい、はい、はい、奈々子さん、はい、就活ゴール、就活ゴール、ただ週が入ってるから、会社員、違います、違います、うわ、就活ゴール行ったと思った、これ以上も言いますね、それうまいね、いや、うまいでしょ、うまい、これで、うん、なんとなく藤宮がほんってなって、うん、こっからだな、あ、誰でも一気に詰め切る、なるほど、出すべきか出さないべきか、OK、できた、あ、メイク来た、人生終わり、人生終わり、おかしくない、違うよ終わり怪しいな、考え方がいいな、ニートしか思いつかない、あー、違う、違う、狂わすことも大事じゃない、この流れを、いや、だめだめに、いや、俺のでいけるよ、これ一人2回連続で、はい、なんか思いついたな、こうやって、うん、あ、こっちでいくか、プラスで考えると、これ、学生ゴール、あー、学生ゴール、学生は行きたいよね、学生ゴール、これ、みやちゃん知らないかもしれない、いや、それはさすがにないでしょ、学生ゴール、なんかこのとかと合わせる、おい、じゃあ、よし、はい、よし、よくない、よくない、卒業、なー、あー、奈良子さんないでしょ、入社ゴール、おー、ゴールで攻めくるな、入社ゴール合格、惜みんな惜しい言っちゃってる、違う、すぐそこまで来て、誰があと一歩詰めるか、いや、俺が、俺がヒントがな、でもゴールだ、いや、そうなんだってそれが言いようがないんだよ、ここで聞けそう、はい、はい、合格メール、あー、逆に、あー、なるほど、合格メール、卒業でも合格でもない、合格
ねえ。で近い。さっきので近くてでしょ。いや、じゃ知らねえ可能性あるかな。その単語自体は。その単語自体知らない可能性ある。知らないでしょ。知らない。知らないと思うよ、さすがに。ちょっとまだ出ないか。出なさそうだな。じゃあ次の人いきます？こっちだよ。あ、お、採用名。おお、うま。うま。これはもう。答えよ。これ以外伝えようがない。合格通知。合格伝えないやつだね。これで就活終わり。なるほどね。就活終わり怪しい。いや、お願いさっきの坂田さんなんですか。採用採用名。採用名。お祈り。おお。いけそうだね。ちょっとミヤちゃんに馴染みがなさすぎてたどり着いた。そうなんだよ。先輩なんか思いついたら言っていいよ。お祈りアンチ。お祈りアンチ。お祈りアンチ。お祈りが感じなかった。お祈りの王はオンっていう。いやいや、何探したんだっけ。もうかなり近いところまではミヤちゃん行ってるんだけど。オッケーオッケーオッケー。これでミヤちゃんいける。いけるいける。ミヤちゃん頼む。分かってくれ。いきます。はい、はい、いくよ。就職ゲット。ゴール、就活ゴールも一緒。就活ゴールも一緒なんだよ。もうそれしかねえんだよ。もともと就職ゲットなのよ。ほら、これも社員ゲット。社員ゲット。ああ、それあの、これがありこれがありっていう。そうそうそう、こっち御社と御社と学生がいて。とにかくもうね、その間にある単語これをつなぐもの。これをつなぐもの。学生は職が欲しい。会社は学生が欲しい。なんでわかんねえんだよ。辞書にないんだ。ないかもしれない。答えは内定です。ああ。やる瞬間さ、全然思いつかない。内定もらったことない。内定っていう言葉を。いや、内定ちょっと難しすぎて使わないかもしれない。サイコロ振ってもらっていい。3、はい、じゃあ僕出してみます。おー、これ今もうすぐ出そうだけどね。あー、はいはいはい。3、今書いてますね。これすぐ出そうだけど。あー、はい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 。すいません、逃がした。内職じゃない、内職じゃない、見えるから当てる側。これ当てる側なの。え、ごめんなさい、もうこれ当てさせていい。これ簡単だと思う。これ多分即いくよ。いくよ。保湿ソング。カラオケ。おー、正解。これ歌手なんでしょ、僕は。いや、歌手なんとかで言う。歌手なんとか、はい、皆さんなんか、ね、歌唱なんとか。歌唱なんとか、うん、保湿がいいな。保湿広もいいね。保湿ソングか。めちゃくちゃ明るいソング。じゃあラスト、剣士行ってみようか。剣士だからね、バカほど難しさつけてくるね。1 数字関係ない。6願ったとて、はい、おー、ちょっとむずいかも。でもこの文字は使っちゃいけないからね。最後、はいはい、最後です、ラスト。これじゃあ、見てる人も一緒に考えようパターン。あ、いいですね。はい、わかりました。あ、なんで違います、右翼じゃないです。右翼じゃない、右翼じゃない、右翼また日本なんだ。考えなくていいぞ。日本なんだ。むずいな。カタカナがきついな。カタカナの方がきつい。漢字がきついな。なんかあわ。ほら、結構パッと出る。不死身やも今回は超高級。ああ、確かに。ちょっと難しいんですね。おい、行った。富士アップ。富士アップ。セント。いや、違います。でもなんかいいとこ行くね。富士アップ。富士山あれかな。いやいや、いいですね。じゃあこちらで。ん、ねえ、徒歩アップ。徒歩アップ。ああ、いいですね。ランニング。違います。はいはいはい、はい、言います。場所か。場所。いや、わからんわからん。三国志。わからんわからん。高さん、これ絶対わかります。徒
壊されたぞ漢字の方分かんない、もう分かるよね、バシャカツね、そっちに取るんすかね、いいですか、若田さん、いきますよ、狂気キャラ、あー、なるほどね、はい、はい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 、ちょっと待って、アップが含まれる、アップみんな使ってきてて、狂気キャラ、アップって何だ、アップってアップダウン、アップ、まあちょっとそれ、研修の中で考えてもらえると、馬食、馬食、馬食から行かない方がいいと思う、狂気キャラめっちゃいいね、ヒントむずそうだね、みんな、いやこれむずいな、いけない、はい、いいよ、ちょっと分かんないわ、いやこれちょっと遠いけど行ってほしい、遠足ランチ、遠足お弁当じゃないです、徒歩アップじゃなきゃ、登山、おおお、え、なんで順で言うと俺でしたけど違う違う、おかしいおかしい、なんでだよ、なんで宮君が、徒歩アップって言ったから不二宮ですよ、あ、まあ、徒歩アップからたどり着いた、徒歩アップと遠足ランチで、俺と宮ちゃん狂気キャラは狂気さん、おさんかですよ、狂気さん、そういうことか、わかんない、まあ、なんかおにきのやつ何、多色は登山するけど、多色はね、あのこれどうですか、雲ピーク、雲ピーク、これあるあ、ピークサイダーピークサイダーね、あのね、マキシモさんね、今、フジピークさん、わかんないそういうこと、ピークサイダー、解説入ってわかった、次、俺、酸欠ピンチって呼んだ、あー、それちょっと、あ、酸欠ピンチ、ちょっとなんかでも、今、誰があったかスッキリしないから、一回ラスト、ラスト、七子さんが、わかんねえよ、2、はい、2、はい、2、はい、はい、よーいスタート、はい、プロシミあら、え、よくわかるやった、すごいな、そこの2人放送できるやつにしろすいませんでした、はい、はい、僕行きます、はい、でも、あっち、学校ライブ、あー、わかる、学校ライブでも、そう、なんか、わかるチャイム、おー、おー、正解、ピンクねん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 ねみんなが勝ちだよ、楽しんだ人が勝ちワイワイにしようとしてる、内定分かんなかったミヤちゃんですよ、勝ち、負け、負けです、負け、じゃあまたお会いしましょう、ありがとうございました、バイバーイ、いつもあなたの暮らしに微笑みを、チャンネル登録よろしくお願いします。